てくださってありがとうございます。で今回はね、何についてお話ししていくのかっていうと、その自己承認欲を埋める方法についてね、お話をしていこうと思います。自己承認欲求で、これはね、僕自身の一番新しいプログラムで NEXT COMMUNICATIONS っていうね、まあ、プログラムで詳しくお話をしてるんでね、まあ、もし興味があればそちらの方に、参加いただければと思うんですけれども、その僕たちのマズローの5段階欲求っていうね、まあ、欲求の段階がどんな人にもね存在していて、まあ、これね、僕はいろんなセミナーとかでお話してるんで、もうご存知の方もいると思うんですけども、まず生存の欲求で、次に安全の欲求で、次にこう社会的認知の欲求、誰かに認めてほしいと、で最後に自己実現の欲求っていう、こうね、まあ5段階あって、今ちょっと4つしかお話ししてないんですけども、その4つの段階があって、その下から1つ1つ埋めていかないと次の欲求は埋まらない。で僕たちの欲求っていうのは永遠に続いていくっていう、そういうね、まあマズローさんっていうのを唱えた、いつの真欲求の段階があってね、だまずは例えばどういうことかというと、僕たちのね、だいぶ先祖の人たち、もう数千年前の人たちっていうのはもう生きたい、もう、生きたいし寝たいし、まずそういう欲求ですね。でそれが満たされると次のステージに行くから、次は例えば安全な家に住みたい、安全な例えば暮らしがしたい、例えば食べ物を冷蔵庫に入れておきたいとか、そういうのも一つの心理があると思うんですけども、そこの段階で次そこが満たされたら、次は、友達が欲しいな、友人が欲しいな、なんかどっかにこうコミュニティが欲しいなとか、そういう気持ちになってきて、その次に自分を尊敬されたいな、認めてほしいな、自分のことを理解してほしいな、そういう気持ちになっていく。でそれを乗り越えると、乗り越えるっておかしいですね、生まれると最後にこう自分自身がこういうことしたい、俺こういうことやりたいんだよって、そういうね、まあ、ステージに上がっていくと思うんですね。でこの要は何かっていうと、今回この動画を見てくださってる方もね、多分自己実現もすごく興味があると思うんですね。僕自身も自分自身でこう自己実現っていうのは、自分自身が頭にあるようなこと、例えば僕だったらずっと思ってたのは、世界中をね旅しながら、まあ今そういうおかげさまでライフスタイルになることができたんですけども、したいなっていうずっとこう願望があって、でもなかなかそれがね叶うことがなくて、まあある時を境に急激に叶うようになったんですけども、そういう願望がね、まあ、多くの人があって、僕自身も例えばあと理想のね恋人と出会いたいなとか、なんかこう、まあ、そういうそれぞれね自分の願望とかあるわけなんですけども、それもねさっきのマズローの5段階欲求を分解してみるとよくわかると思うんですけれども、その自己実現って一番上のステージなんですよ。でちょっと今猫ちゃんがね、まあ、いてね、すいません、ちょっとうるさかったら申し訳ないんですけども、その自己実現の段階をマスターするためには、他の全ての欲求を埋めないと、要はシンプルにそう思えないんですよね。だからこれ本当にビジネスでちょっとね、なかなか、まあ、僕自身も昔そういう時期があったからよくわかるんですけども、ちょっとうまくいきづらかったりとか、なかなかねこう自分でいろいろ勉強してるんだけど結果が出ないっていう時は、何がってかっていうと、ね、その自己実現の欲求の下の自己承認欲求っていうのが埋まってなくてうまくいってない人っていうのは非常に多いなって思ったんですね。ですごくいいビジネスを考えたりとかするんですけど、その自己承認欲、つまり自分自身を認めてほしい、自分自身の存在価値を証明してほしいが気持ちが先行してしまって、要は何かっていうと人のことを考えられないんですよ。だからビジネスでも何でもそうなんですけども、人のことを結局考えられて、相手の気持ちになって考えて、それで相手にふさわしいものを提供する、それがまあビジネスなんですけれども、それをやろうと頭では思っているんですけども、自分の欲求、人間の欲求っていうのは本当に強いからね、それを抑えることっていうのは本当に不可能なんですけども、それが埋まっていないと自分が気づかないところで出てしまうんですよ。だから例えばインターネットで、まあ、お仕事をされている方っていうのはね、自分自身を示したいがために、例えばこれセミナーとか僕もいっぱい行ってるんでね、よく分かってるんですけども、自分のこう自慢話をすごい始めたりとか、その人が求めてないことをいっぱいやるんですよね。だから自分が自分を見て見てくれ見てくれ見てくれって、裏側の気持ちですよ。表向きは自分ではやっぱ人のために何かを提供したいって思ってるんですけども、裏の側ではすごい深い部分では、俺を見てほしい、これをやることによって俺の価値が上がる、見てくれるんじゃないか、分かってくれ、イエーイみたいな感じでね、まあ、そういう風になってしまうんですね。まあこれは僕自身もそういう時期があったからよくわかるからね、今こうやってお話してるんですけども、その欲求がでも残念ながら埋まらないと、残念ながらビジネスっていうのはうまくいかないんですよ。でどういうことかっていうと、自分自身がもうすでに認められている存在なんだってことが自分で分かって、それを自分自身がね、まあなんていうか、それが分かった上でビジネスに取り組むから結果っていうのがついてくるんですね。そうだ、何が言いたいかというと、まず自己、何か例えば自分が自己実現していきたいときに一番大事になってくるのが、その自己承認欲っていうのをいかに埋めるかっていうのがポイントなんですね。それを埋めた瞬間に自己実現のステージに入るから、どん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 いろんなことがスムーズにうまくいくようになります。
で、じゃあね、そういうここまで話すとね、じゃあなんかそんな変な帽子かぶってね、どうすれば自己承認埋まるんだこの野郎って思ってしまう方がいると思うんですけども、そこで、まあ、僕自身がいつもお話してるね、その両親との和解っていうところが出てくるんですよね。そうで、両親との和解っていうのは結局本当にね、全てにおいて、まあ、いろんなことに通じてくるんで、まあ、やったことがある方はもう十分ね、その凄さとかね、そのパワーっていうのを体感してると思うんですけども、ぜひね、本当に両親っていう存在との本当に関係っていうのはすごく大きく存在してるんですよ。で、これいろんなところで話してるんですけども、例えば父との関係、父親との関係っていうのはビジネス、まあ、に密接的に結びついてるんですよね。で、母親との関係っていうのは人間関係だ。よくあるのがね、お母さんと、まあ、あまり仲が良くない人っていうのは人と比べちゃう傾向にあるんですよね。そう、お母さんとしっかりこう関係が構築できて、自分が愛されている人間なんだっていうことが実感できていると、自分っていう存在価値がしっかりあるから、何かっていうと人と比べなくなるんですよ。俺は俺だ。よくね、人と比べちゃって自分が落ち込んじゃうっていう人は母親との関係が、まあ、悪かったりする場合が多いんですけども、まあ、そういうふうにこういろいろね、つながってるんですよね、見えないところで僕たちが。だから本当にね、こうそういう意味でも、まあ、いろんな意味も含めて両親との関係っていうのはすごく大事なんですけども、そこでね、まず一つ自分の承認欲っていうのはだいぶ埋めることができます。うん、で、あとね、ポイントなのは、じゃあそうは言ってもね、やっぱなかなか、いないんだよね。例えばちょっと物理的にね、やっぱりちょっといろいろ小さい時の家庭環境とか、まあ、離婚されちゃったりとかいろいろあったり、今ね、他界されてしまったりとかいろいろあって、なかなかね、そうは言ってもできないよって人もいると思うんですけども、じゃあそういう人たちがどうやってね、自己承認欲を埋めるのかっていうと、もちろんね、両親との関係は手紙を書いたりとか、なんかいろんな方法を使ってね、修復していただきたいんですけれども、それ以外に僕がお勧めするのが、まあ、今回これもね、プログラムでお話しするんですけど、周りに本当にね、自分自身が自分らしくいられる友達ですよね、仲間を見つけることだと思うんですよ。本当の自分自身が、まあ、ソウルメイトですよね。ソウルメイトっていうのは異性だけじゃなくて同性でもそうです。自分自身が本当にね、自分の全てをこう、綺麗な部分だけじゃなくて汚い部分全てを打ち明けてね、で逆に相手のことも自分が受け入れられる、そういうような関係を複数持つことで、この承認欲っていうのは埋めることができます。だから何かっていうと、本当に上辺だけのお付き合いっていうのを、まあ、今のこのね、僕自身も思うんですけども、現代社会っていうのはソーシャルメディアとかの影響でね、一部だけの付き合い、本当に自分の一部だけの付き合いで、ここといいところといいところだけのお付き合いっていう、その本当に深いディープな付き合い方っていうのはあんまりないと思うんですね。うん、だからそれは何かっていうと、そういうのが結局あるとね、結局お互いがつながってるようには見えるんですけども、本当に深い部分ではつながってない、そういう関係が増えていると、結局いい部分しか自分は見せれないんじゃないかとかね、こう我慢して人と付き合ったりとかして、結局自分が苦しくなるしね、結局そこでは承認欲っていうのは埋まらないんですよ。そうだから本当にね、これからこういう時代だからこそ、本当に何があった時でも自分のことに駆けつけてくれる、そういうね、本当に人間関係っていうのを数人でもいいから作ることによって、自分自身がもう、俺はもういつでも大丈夫だ、守ってくれる人がいるし、自分自身を見てくれてる人がいる、分かってくれてる人がいるっていう、埋まるからね、次のステージに行くんですよ。そうすると人のことを素直に考えられる、そういう欲求に行けるんですよね。でそのためにも本当にまずね、自分自身の周りに本当にね、素晴らしいソウルメイト、まあ、これね、ぜひよかったらネクストコミュニケーション、もうかなりご了承してますけども、参加してほしいんですけども、それをね、使って埋めると次のステージに行けるんで、ぜひね、それをやって本当ね、素晴らしい人生に一緒にね、していければなっていうふうに思います。まあ、本当に、まあ、そういう人たちが周りにないよって方は、自分自身が変わるからね、そういう場所に自分で動いていくか、どっちかしかないと思うんで、ぜひ積極的にね、動いて一緒にね、素晴らしい人生に、していけたらなっていうふうに思います。まあ、今回はね、本当にお忙しい中、まあ、バックミュージックで猫の鳴き声がありながら、最後まで、ね、動画を見てくださってありがとうございます。